はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで向子さんですね。はい、昨日はねお休みだったので、はい、今日になりました。よいしょ。で、ハスは今日行いますので、で、なるべくコンパクトにしてねお送りします。もうこれも半分はもう空洞っすからね。あの、野球だとボーマンドラフトのアジアって結構コンパクトなボックスになってるんですけど、あれにしてくれって 4,5 回は言ったな。もうこの企画段階の時から言ったんだけどな。まあ、確かにねカードへのダメージが少ないからいいんですけど、輸送コストとね考えたらちっちゃい方がいいんじゃないのってね思うんですけどね。はい、じゃあ、カード全部取り出してから。でもあんまりそういうこと言うとね、あの、切られちゃいますからねえ。まあこっちの方がいいなと思ったことは店長は平気で言っちゃいますんで。はい、じゃあ行きます。お、ちょっと待って。後ろに黄色があるね。これ金だね、多分ね。ルーキーとベテラン分けておきます。ミッドフィルダーだね。はい、ディアスさん、AC ミランですね。はい、ブラヒムディアス。本当もうキャプツバにそうだね。ブラヒムディアス。170センチ、ミッドフィルダー、1999年。うん、はい。ね、いつの間にっていうね、こう石井崎くんがびっくりするようなぐらい、こう、全員にいる時もあるし、翼くんがね、ふと気づいたら、もう横でタックルされてる。ね、そんなイメージですね。中井さんですね。エランガさん。で、黄色。はい。マグワイアさんですね。こちら150シリ。シリアルが2枚。ちょっと待って。ディアスさんって10番つけてる。AC ミラン。そうなの？すごいじゃないですか。でもま、チームとか、ね、国によっても、その伝統の受け継がれてる番号ってあるでしょ。ね。でしょ。お、ネイマールだ。これはパープル。125だっけ ?125。ネイマールさん来ました。シリアルが3枚来てるから4パターンですね。多分。2個分。ね、14のクライフとか。もうオランダの方はもうね、14番欲しいですって相当な自信がないと言えないよねっていう。その辺は全部ね、あの店長はキャプテン翼から教わりました。はい、勉強になります。はい、ワンボックス目、4枚パターンでしたね。3箱1ぐらいなイメージですかね。4枚パターン。まあ結構ポンポン出る場合もありますけどね。また4枚だ、また4枚だとかね。去年そんな感じでしたからね。よいしょ。4枚、5枚パターンっていうのもあったかな。なんか多かったですよね。はい、また全部取り出してから。スパフラ当てたいな。結構赤とかね、ちょいちょい出てますから。ま
たいつ出てもおかしくないんですけど、はい、じゃあ行きます。よいしょ、はい、ノアランさん、黄色、はい、150、お、ルーキーだ。はい、マンチェスターユナイテッドのね、2004年生まれの子ですね。166センチの60キロ。小型のスピードスターなのかな。どうすかね、うん。はい。でもまあ、マンチェスターユナイテッドで、ね、若い子たちから、もういっぱいいる若い子たちの中で、こう、出てきたわけですから。相当な努力はされてるはずですからね。本当スポーツ選手は25までにもう幼稚園ぐらいですよね。幼稚園ぐらいからもう25まで自覚してトレーニングを積めば、まあある程度のとこまで行くかなと。まあ競馬の川島先生も言ってましたけど、肉体の限界はあるぞと、ね、よいしょ、はい、グリーン、はい、ロータロー君ね、インテルの10番だよね。はい、99シリ。なんかロータロー君結構見るから気になってきましたね。ね、国はアルゼンチン、うん、アルゼンチン、ブラジル、今年のワールドカップどうすかね。ヨーロッパ勢、南米勢、アジアね、どこが来るか。なんかバルサもね、あのパーティーさんが活躍したっていうことでね、まあもう完全にいいのかなって感じですね。動き見ても、パラレルはネイマールでしたね。マウントにもね、ちょっとルーキー系が1枚だけだったかな。あとはちょっとベテラン勢、マントニー、ノアラングさん、うん、ちょっとベテラン勢が多かったかなというところですね。はい、ベースは中井さんとか出てたんですけどね。はい、ということで44でしたね。はい、4枚パターンと4枚パターンでした。じゃあこちらでね発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございます。